はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。今日はですね、最近買って良かったものを2つご紹介したいと思います。はい、まず1つ目がですね、こちらです。これですね、アクションカメラっていうこんなちっちゃいカメラなんですけども、このカメラが普通のカメラと何が違うかというと、ですね、手ブレ補正に優れているってところがあって、スポーツする人、例えばこうスケボーをする人がこうどっか体の一部につけてそれを撮影するとかあるじゃないですか、こういう臨場感があるやつ、ああいうのとかだいたいこういうちっちゃいアクションカメラっていうので撮ってるみたいです。でこれはですね、まあAmazonで買った安物の3500円ぐらいのすごく安いやつなんですけども、もっと一番いいやつが GoPro っていうやつなんですけども、それはもう何万円もする高いやつなんですけど、それはね本当に手ぶれをしないみたいなんですね。でこれこの間の海中稲荷神社に参拝に行った時にこれを使って撮影しました。私の印象は思ったより手ブレ補正されてない想像よりもね手ブレ補正弱かったなって思いました。ただこれね安物なのでまあしょうがないのかなと。ただね本当に GoPro っていう高いやつになると全然手ブレしてないです。だからねこれにねいろんなアクセサリーパーツがあるんですけども、本当にこういうね自撮り棒みたいなのつけて、金持ち YouTuber とかはこういうのをね何台か持ってたりしてこうロケに行ったりしてるみたいですね。でこの通りねこうがっちり防水とか防塵とかになってるんですよ。これもですね、これ一応ケースに入ってて、ケース取るともっとちっちゃいの、これです。このサイズです。このサイズね。でここに、マイクロ SD カードが入ってます。で4時間ぐらい撮影できるのかな、これは。こんなちっちゃいのに案外やっぱ優秀です。はい、まあ私の場合ねだいたいこの部屋でこうやって撮影してるので、あんまり外で撮影することはないんですけども、まあちょいちょいね機会があれば使いたいと思います。はい、2つ目がですねこちらです。こちらはですね Bluetooth マイクとなっております。このようにですねエコーがかかって一人遊びにもってこいの商品となっております。ね、Bluetooth マイクなので iPhone の音楽とつなぐとこっから音楽が出て、カラオケみたいな感じでできるんですね。非常に面白いです。なんですが夜遅くは控えるように。結構これ流行っていて、私が好きな YouTuber のケミオくんとかも使ってました。これもねすごく安いんです。3,000円ぐらい、3,000〜4,000円ぐらいだったと思います。とっても楽しい気分になるツールです。はい、今日はですねこれとこれの2つをご紹介しました。どちらも、Amazon で買いました。こっちはね安いし面白いし、プレゼントとかにもね結構最適なんじゃないかなと思います。結構売れてます。でこっちのねアクションカメラについてはいろんなねアクセサリーをね私追加で注文中なので、もうちょっと充実すると思います。私ねこういうのねすごい好きなんですよ。もうね、なんならねドローンもね欲しいぐらい。いつ使うんだってね思いつかないんですけど、だから買ってないんですけど、なんかそういう使いそうな機会があるんであれば欲しいぐらい。これね、はい、もっとね使える機会があればどんどん使っていこうと思います。はい、では動画が面白かったって方は高評価の方を、チャンネル登録もお忘れなく。はい、ではまた、パジャマ姉さんでした。